では皆さん、お待ちかね、エルメスを知ろう第2弾、本日はケリーでございます。ヒュー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 。はい、何を隠そうですね、私実はバーキンって言ってますけども、実はで言うとケリーが一番欲しいです。なので今日は、ケリーを、ケリーを買っていただく。そうなりますね。はい。そうなると思います。はい。なのでよろしくお願いします。もう私はね、入った瞬間から奥の棚がもうやばすぎて、キラ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 ってしてるんで、ちょっと行きますね。キラキラどころかもう、なんかもうね、ちょっと多分この空間に1時間以上いるからだと思うんですけど、ちょっとね、具合がね、テンションがおかしくなってくるんです。なぜなら、ずっと全部どこ見ても可愛いんで、これも、あれも、あれ可愛い可愛い可愛いって言ってると、なんか一緒に帰れるんじゃないかなみたいな気持ちに、帰るんじゃないかなみたいな気持ちになってくるんですけど、まずこちらご覧ください。ケリーちゃんたちです。どうも、こんにちは。すごい、色とりどりの。はい、可愛い子たちがたくさん今日もいらっしゃるんですが、この子ね、私もずっと欲しかったんですよ。このケリーちゃんはよくこのツルツル見るんですけど、はい、この素材は何ですか？これボックスカーフですね。ボックスカーフ、はい、特徴で言うとこれ分かりやすいかもしれないですね。あ、分かりやすい、はい、これも3種類分かりやすいかも。これがレザーに型押しされてる感じですね、うん、革の素材っていうふうに分かりやすい、うんうん、デザインになって、これがボックスカーフで、ボックスカーフのもう特徴で言うと、そうなんですよ、ツルツルなんですよね。で結構その印象で言うと、なんかモダンで結構なんかクラシックな感じになりますね。めっちゃ可愛い。可愛いです。すごく可愛いです。これはトゴになります、ね。トゴちゃんなんだ。はい、ケリーで一番多い素材って。ケリーで一番多い素材だと、うん、ボックスカーフとか、うん、やっぱりどっちかといえばケリーってカチッとした印象のものが多いので、はい、うん、やっぱこういう固めの素材ですね。あ、ボックスカーフとか、これが何でしたっけ？クシュベルですね。これクシュベルなんですけど、クシュベル、はい、あんまりないですね。これもボックスカーフです。ボックスカーフじゃん。ツルツルはボックスカーフ。ツルツルだ。いつかケリーを買える日が来るならば、私はボックスカーフがいいです。今日ではなく、いつか、はい、いつか。はい、よかったらでもシリーズ終わっちゃうので、ボックスカーフの特徴で言うと、やっぱりまさきさん説明したんですけども、それに加えるとちょっとだけ傷っていうところはより大切に扱わないと。傷つきやすいってことですか？傷がどうしてもちょっと目立っちゃいますね。なのでただその分大切に扱っていれば本当にずっとツヤ感は出てるので、クタッとした感じにもならないんですよ、ね、そうなんだ。一番さっき人気なのがトゴとトリオクレモスって話したんですけど、はい、トゴとかトリオクレモスどうしてもこの横のサイドのところがクタッてなってきちゃうんですよね。あ、本当、はい、やっぱり柔らかい分が違うように見える。で、こっちは1996年に作られた製造のものなんですよ。美咲6歳よ、美咲6歳。僕は生まれてないんですけど。そんな若い、はい、なんですけど、それでもこの状態を保てるっていうのが、すごいボックスカーフのいいところなんですよね。すごい。なのでもう本当にやっぱり長い目で考えると、やっぱりトゴとかトリオンクレマンスってやっぱり扱いはしやすいんですよね。傷が目立ちにくかったり、はい、するんですけれども、ボックスカーフは本当に長い目で考えるととても長く使えます。すごい。キリちゃん、おいくらだと思いますか？うわ、わからない。なんと15万円です。あら、なんか買えそうな気がしてこない？バーキン編でだいぶ感覚がだいぶね、感覚がおかしくなる。あ、100万かみたいな感じ。ちょっとなんかお得な感じ。そうそうそう。こんなにすごいのに、みたいな感じになりがちじゃないですか。ここはちょっとなんか気を引き締めていかないと。本当にだってさっきのバーキンで600万とかだったから、6個買えるとかなっちゃうんだけど
そうなってくるのが魅力ですよね。すごいことですよ。100万だよ。ねえ、100万。そう。でも、あ、なんだってなっちゃうのが本当に怖いところ。ちょっとサイズとかもあんまりわからない。サイズ確かに。サイズ比較したいです。これが28。はい、どちらも。ケリーもやっぱ人気のサイズってあるんですか？ケリーの人気のサイズは、ケリーの人気のサイズも25です、ね。25、じゃあこれよりちっちゃいやつ。そうですね。ただこれ28なので、うん、もう本当にちょっとだけなんですけど、でこれも素材が違うので、うん、ちょっとわかりやすいんですけど、横幅ちょっとなんか大きさ違うように見えませんか？な、違うように見えますね。はい、うん、これが内縫いと外縫いの結構見え方の違いなんですけど、本当だ、外縫いってここがやっぱりちゃんと角張ってるので引き締まって見えるんですけど、こっちボックスカーフですね。こっちがボックスカーフで、はい、こっちもボックスカーフですね。あ、そうなんですね。じゃあ外縫いと内縫いで違う、同じなんですけど全然違った、違う素材に見えますね。全然違う風に見える。なんか外の方がでもカチッとしてくれるんだ。伊豆さんどっちが好きです？今のところね、バーキンだったら内縫いの方がいいなと思ったんですけど、うん、このケリーのカチッと感をキープしてくれるんだったら、うん、こっちの外縫いいいなって思いました、ね、全然なんか同じバッグと思えない見た目の、うん、ね、全然違うね、うん、しかも素材も一緒とは思えない。すごいすごいすごい、お勉強になりましたね。めちゃくちゃお勉強してるよ、もう今日。私今日何でもあれだよ、語れるよ。他にこのアリュさんにはどのサイズが今あるのだと28と32、うん、32がこの子ですね。こちらが32です。32もいいですね。なんか私結構ケリーってこれぐらいのサイズのイメージがあります、うんうん、かわいい。その色もすごい素敵ですよ、ね、すごい素敵ですよ。一番使い勝手が良さそうね。カジュアルにもフォーマルにも、外縫いでカチッと、うん、しっかりかわいいしてる。あ、かわいい、苦しい。この子がサイズは28です。28、やっぱ28だとかわいいサイズに、かわいくなりますね。あ、でもかわいい、かわいい。確かにでもこのサイズよく見るかも。そうですね、やっぱり日本人のシルエットとかに合うのはやっぱり28ですね。バーキンだとやっぱり30ぐらいが日本人にちょうどいいサイズって言われてるんですけど、ケリーだとやっぱり28か32になってくると思います。ケリーに関しては外縫いはセリエとは言わない、言わないですね。ここポイントですよ、はい。ケリーにもカタカナ多すぎて分からなくなってきたけど、ケリーの時に、セリエって言っちゃダメだそうです。ケリーの場合は、外縫いってちゃんと伝えた方がいいですか？そうですね、内縫いと外縫いです。うんうんうん、だそうです。で、あとシルバーとゴールドの金具でその金額が変わったりもしない、はい、で、やっぱりサイズで言うと28とか25が人気、はい、そうですね、こっちのサイズですね、人気だそうです。すごい、めちゃくちゃ勉強になった。まず僕、ケリーのコンセプトがすごいいいなって。あ、気になりますね。お願いします。エルメス のこれ公式にも前に載ってたやつなんですけど、全ての女性のためのシンプルで無駄を省いた上品であるバッグっていうコンセプトで作られて、バーキンってどっちかといえば収納力があって、うん、何でも入れられるっていうイメージがあるんですけど、はい、ケリーってもう本当にカチッとした印象になるっていう風にお伝えしたんですけど、うん、やっぱりその通りで、上品さがやっぱりバーキンと比べてもちょっと違いがあるっていうところもあるので、やっぱりそういった意味でも皆さん冠婚葬祭とかで選ばれてるっていうのがあるんじゃないかなと思います。確かに、バーキンのテーマというか、それは何でも入れられるんですか？バーキンのテーマというか、もともとこれバーキンできたエピソードって、エルメスのデュマン社長が飛行機に乗った時に、たまたま隣の席に座ったのがイギリスの歌手のジェーン・バーキンさんという方、はあ、で、その方がその当時のフ
ファッション的に白 T にデニムにその方はカゴバッグを持ってたんですね、うん、でそれを見たジュマ社長がいっぱい何でも入れられて素敵なバッグを作ろうじゃないかっていうのでできたのがバーキンなんですよね。すごーい。ケリーはもともとサックワクロワっていう名前で1930年ぐらいから、うん、作り自体はあったんですけども、はい、これも名前ついた有名な衣装でモナコのコーヒーのグレース・ケリーさん、あー、はい、が妊娠した時にお腹を隠したバッグがこのサックワクロワだったんですよ、その時。ただパパラッチを取られた時に名前が変わったんですよ。へぇ、パパを取ってサックワクロワからケリーっていう名前に変わったんですよ、そのモナコのコーヒーの名前を取った。こういうことでしょ。じゃあ私が急にインスタの写真ずっとこうやってするようになってケリーを持ち始めたらそういうことだって。そういうことなんですね。しかしたらそれを見たジュマ社長が先っていうのがなるかもしれない結構エムスってそういうのがあるんですよね、何かにちなんだ名前とかが結構付けられたりしてるので、すごい、もしかしたら造花さんの名前があるかもしれない。あるかもしれない。まだ1個も持ってないけどあるかもしれないですか。あるかもしれない。逆に逆にすごい勉強してやっと念願の手に入れるから。しかしこの動画を見てるかもしれない。すごい1個持ってないのにすごい勉強してる確かにってな、今頃騒いでるかもしれない。そうですよね。うわー、やばいやばい、すごい夢がありますね。そしてなんか女性がバーってなる気持ちが余計そのストーリーを聞くと分かるかも。もう私めちゃくちゃ聞けた今日。大満足ですね。大満足です。ありがとうございます。ちょっとこれで私はいつでもそろそろ準備が整いそうですいつでも、はい、またじゃあちょっとお邪魔いたしますはい、というわけで、今回はアリュウさんで3本立てですね。1回でね、バーっていろいろ紹介したのと、バーキンの魅力についてと、ケリーの魅力について、まあ、特徴も含めてですけど、今回めちゃくちゃ勉強になったと思うので、ぜひ皆さんこれからね、バーキン、ケリー買われる方は参考にしてみてください。では、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。またね。